メイクなんかやったことがない。それは使用人の仕事だ。おいしい肉、新鮮で甘い、温かい地で濡れてる通りにまで匂ってくる。ああ、欲しい。でも黒い羽を刺すブラッドフライ、危ない、危ない。あの人たちも飢えてる。ようこそいらっしゃい。よく見てって。いや、見てるだけ。あのフクロウすごいでしょ。野生のきらめきを自分の目で見られる機会はそうないわよ。ネズミや小動物だけ扱う剥製師もいるけど、私はもっとエキゾチックな動物に挑戦したいの。カルナカのどのお屋敷にも私の作品があるの。いつかクジラの剥製を作ってみたい。まだ生きてるうちに剥製にして、悲しげな極上の表情を残すの。どう？できたらすごそうでしょ？船があったらいいのに。きっと毎日が楽しいでしょうね。はあ、どうかしてる。あの女何の真似だ。助けてくれ、頼むから出してくれ。今のうちに逃げなさい。ありがとう、ありがとう。ブラッドフライにたかられて死なずに済んだ。あの女は潔白を全部しまい込んでる。鍵は作業台の横だ。全部持って行ってくれ。俺は触りたくもない。
生きてまた新鮮な海風を感じられるなんて、助けてくれて本当にありがとう。一生恩に着る。君がいなければ今頃潔白の山になってた。素晴らしい。ああ、それはいい考えだ。フライの巣ここに、ええ、相当危険な真似だ。ブラッドフライは思い通りにならないのに。